さあ始まりましたカッサンチャンネルです。今日火曜日解体デーということで今日も、解体頑張りました。あとでちょっとあっちで見せるんですけど今日はですねレッツ、鈴木 ZZ スペシャルで、レッツで3、4リオですね。はい、4台で、さらにですね、ちょっと予約というかですね、買ったやつ、あ、Gダッシュは無理です。 Gダッシュは無理ですよ。あとね、ジャイロとレッツとディオかなはゲットしました。さらに4台だ、今日だけで8台かな。またゲットしたん で今日はね本当にねもうたくさん解体しまして、本当にもう今そういうシーズンなんかな。もったいない、非常にもったいないです。今日僕は解体したやつなんですけども、一部のパーツをねじれて全部投げ捨ててるんで本当に厳しいです。例えばこの鈴木 ZZ ね、これももうほぼほぼもう見てください、もうディオやらなんやらもうめちゃくちゃもうここにありますよ。ジャイロ買って今日 2,3 台捨てましたからね、本当に超もったいない。でこれスワニーね、これもスワニーとこなんかな、こんなんとかももうほんま捨てられてるんで、もう鍵付きですよ、これ。でもスワニーはちょっともったいないんでね、シートだけ僼取ったんですけど。いや見てこの B のとこいっぱいあるし、ほらほら黄色のレンズのディオとかもありますやんね。はい、まあ、これ見てるだけちょっと皆さん面白いと思うんですけど、ちょっと今から店舗の方に行ってですね、またバイクの方を新店舗に下ろして、そしてまた解体に来て仕入れて新店舗にみたいな。はい、なので一旦ここで、あ、スワニーのシート見ます。スワニーのシートこれもこれ解体から見つけて、これ先輩のやつですよね先輩の。ちなみにですね、ちなみに私ゲットしたのがこれです。これスワニーのシート、めっちゃ綺麗じゃないですか。これスワニーのシート、スワニーの奇跡的なシート、鈴木ってオリジナルですね、破れなし。スワニーのシートゲット。はい、ですね、今解体から新店舗まで行ってるんですけど、なんかね枚方からその、まあ、大阪豊野 の、まあ、その希望が丘まで、要はこの淀川があってこう真っすぐ行けたら早いんですけど、だからこう行ってみたいな感じで回り道していかなあかんのですよ。それがもう非常に時間がかかるでもこの何て言うか、1号線をこのなんか高槻方面171号線に入るとかもむちゃくちゃ混んでて全然先に進まないというですね、そういう地獄に陥っております。でこんな時に限ってまあその運ぶバイクが多いっていうね、そうで、まあめちゃくちゃありがたいことなんですよ。でもなんかまあ向こうの方針としては、まあ向こうも場所を空けなあかんっていうことで、まあどんどんバイクの方を出していきたいみたいな、たら僕もキャッチしていくみたいなね。で僕がキャッチしきれへんかったらそのままもゴミ捨て場の方に流れていくんで、そうやったらもう僕がですねお金を出して買い取りたいっていうことで、とにかくもうどんどん動いていかなあかんけどね、時間が足らないですよ、とにかく。はい、なんか軽トラで4台しか積まれへんっていうのもなんかすごい口惜しいですね。なんかもう一気に10台ぐらい20台とか積みたいんですけど、この信号で曲がれるかな、もうこの大変なんですよ、この曲がるのが。お、曲がれた、よかった。なので今からですねこの解体が終わった流れから希望が丘に向かいますよ。右方向です。危ない、おお、なんやねんあの自転車、もうほんま嫌やわ。今のすごかった、超事故りかけてましたよ前の人。まあ前の人も前の人やけど、車も止まれへんし横断歩道の自転車も突っ込んでくるし、お互いもう何ゴジラ対メカゴジラみたいなすごい。もうでもとにかく
安心安全に行くっていうのが前提なんでね、あんま焦ったらいいことないんで、そうそう、やっぱり早めに止まったりとかゆっくり行ったりとか、歩行者の人を優先するっていうのはやっぱやらないんですよね。今のすごかったろ、どちらも両者譲らずみたいなすごかった、さっき立ってたらすげえ。でね、まあ今から行くじゃないですか。でさな、まあそれで終わりじゃないですよ、バイクって。そのバイクを並べて、その何台仕入れて、その番号が何番かとか調べて、台帳に転記したりしながら、それがめちゃくちゃ時間がかかるというか、そうそうそう、チェックしたりとかね、まあ、その辺が大変かなとは思いますけど、それを後回しにしてると、その、なんていうの、もう訳がわからなくなってくるみたいなのもあって、それをちょっとやらなあかんなと。で、まあ、新店舗がオープンした時に、まあオープンで、まあこんだけバイクあって、こうですよ、みたいなやろうと思ってたんですけど、もうちょっとその、2月になる前に一回ちょっと何て言うかな、販売もやらないと、入りきれんくなるんちゃうかなっていう恐れがちょっと今出てきてて、だからちょっと個人的にはですね、まあ、早い段階でちょっと何やろ、投げ売りセールみたいな、ちょっとやらなあかんなとちょっと思ってて、はい、もう入りきらなくなる可能性ありますね。なのでちょっと僕も、もうこのさ、無茶せんと、何をそんなにも今ね、僕は僕の車線がなくなって減少してるから右に入ろうと思ったの、ブワーって詰めてきてね、戦場ですか、本当にもう、わあわあ、もうみんなすごいわ、老若男女、老いも若きも、もう帰宅ラッシュがえぐいです。1分1秒でも早く家に帰りたい。はい、高槻入りました。世知辛いですけどね、どこまで話したっけな。まあでもとにかくそんな忙しい時に限ってなんかいろんなことがこう重なってくるんですよ、本当に予期せぬことが。そんなに僕なんて言うんですか、もうなんて言うかな、前に前に行く感じでもなく、今こう包みしやかにですね、次の展開を頑張ってやろうかなーって思ってる時に限って、なんやろ、テレビのお話が一気に3件ぐらい来るみたいなね。え、今まで全然なかったじゃないですか、ないからそっち方向にシフトして今やってんのなんでみたいな、一日に NHK からも、あそこからもここからもみたいな。ほんでもうそのね、週末はもうなんかお店の店じまいの最終セールやろう言うてんのに、すいません笠原さん東京に出演してもらっていいですか、東京みたいな一応のロケ場所は代々木かの渋谷を考えてるんですけど、えって、俺って俺じゃなきゃダメなんですかみたいな、なんか2回ぐらい聞いた、俺っすかみたいな、俺が行くみたいな、はい、笠原さんが来ますみたいな、明日ズームで打ち合わせしましょうみたいな、とかで、そうなんですよ、本当になんか平穏にで、平穏にってわけじゃないけど、MC21 の何修復作業をですね、もうコツ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 やってですね、この何販売するバイクもコツ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 やってるんですけど、どうやらまだ隠居するなってことなんでしょうかね、わかんないですけどね。兵庫県パフォーマー協会っていうのをやってるんですけど、その兵庫県パフォーマー協会でまあそのパフォーマンスする模様を、まあ、NHK の番組で、まあ、収録したいと、で一度ちょっと打ち合わせお願いしますみたいな感じで打ち合わせをねしようって話になって、で打ち合わせしてて、でまあその BS っていうのは聞いてたんですよ、 NHK の BS生放送みたいな感じでね、生放送かと、じゃあちょっと BS で生放送やったら出演する大道芸人とかもその番組見られへんかもしれへんから、改めて終わった後道録とかもらえます、道録っていうのはその番組のダビングしたまあ動画っていうことなんですけど、もらえますかって、道録もらえますかって、いやそれがですね笠原さんちょっと言うのを忘れてたんですけど、今回
先進的な番組でして、 4K の上の 8K っていう番組なんですよって言って、 8K を見れる人しか見れない番組って、しかも生放送でめちゃくちゃ限られてるやんって話になって、で普通登録僕たちがねコピーして普通お渡しするんですけど、すいません僕スタッフなんですけど 8K 持ってないんですみたいな。え、じゃあ出演した芸人何出てる本番見れないのみたいな。そうそう、最初はなんか今回なんとなく映すんじゃなくてがっつりちゃんと紹介するっていう体でお願いしますみたいな、ありがとうございますとか言うてたのに、あ、じゃあもうこの中ね、コロナ禍で今も疲弊してる大道芸人の力になります、頑張って僕も宣伝しますんで、あ、すいません 8K じゃないと見れないです 8K 言うにこと書いて 8K 初めて聞いたわ。およそ 200m 先、右方向で、ね、パニクルでやってた時の番組の人と一緒にタッグを組んでやることになったんですけど、カスタに振り付けと出演お願いしますって話になって、で、まあじゃあどの曲で振り付けするかみたいな話で、どうします、オリジナルにします、それともありもんにしますって話になって、その時はまあじゃあまあ時間もないですし、まあ費用のこともあり、まあ、ありものの曲でやりますって話になって、で僕がその話聞いてたら、ガッツだぜいいんちゃいますみたいな、ガッツだぜがすげえなんかこうイメージに合ってると思うんですけどみたいな、だいぶ経って、さ去年打ち合わせしたんですけど、ね、昨日電話あってガッツだぜに決まりました、ね、決まったんがガッツだぜで、実は僕らウルフルズの実はその曲の PV に実はダンサーで出る予定だったんですよ、実はこれ裏話なんですけど、でそれの予定で、まあ撮影行くつもりやったんですけどね、それ僕たちの師匠のワイルドチェリーさんっていう人が、まあ言ったらストリートダンス界の大御所なんですけども、やっぱり芸能界にも精通してまして、当時ねやっぱりまだあんまりだそんなにストリートダンスがメジャーじゃない時やったんで、それでワイルドチェリーさんのまあ言ったらバターみたいな感じでね、ウルフルズ、まあ、当時その時ウルフルズさんそんなまだ売れてなかったんですよ、ウルフルズかみたいな感じだったんですけど、蓋を開けてみればめちゃくちゃ大ヒットしてですね、なんやPV 出てたらよかったよみたいな、要はなんか僕らコンテストで忙しかったんでね、ちょっと出れなかった、ね、出れなくて違うチームが出たんですけど、あれ今から考えたら出たかったなみたいな、そういうのありますね、あ、縁やなぁ思ってね、でその後ウルフルズのトータス松本さんとビートたけしさんとかとね一緒にですね、浅草でそれこそ浅草キッドのなんかこう歴史みたいなのを探りながらパニクルもパフォーマンスするみたいなね、そんな番組やったりとか、そう当時はやってたんですよ、まあだからまあそうやって今でもね、そうやってお声掛けやったりいろいろ話あんのもやっぱりこう誰かが言うてくれてるみたいですよね、なんかの時に、そう NHK の話とかもそう全部そう、例えばその D の人が、若い D が、まあ、こういうの作りたいと、でこういうのやりたいって、まあ、あるじゃないですか、ほんでなんか作ったらしいですよ、ほんならその先輩の例えば D とかカメラマンの人に、いやーちょっと面白くないなみたいな、ダメだねみたいな、カッサンっておるからちょっとカッサンに連絡取って、まあ、出てもらうなり相談乗ってもらってみたいなことらしいですわ、どうやら僕も知らないんですけど、そういうやり取りが僕の知らないとこでやって声がかかるみたいな、そうそう、だからまあ面白いですよね、まあ、だから僕もダンサーとしてはある程度のところまで行ってストップして、キャリアがで芸能人としてのキャリアも行ったけども、まあ、ある程度で止まって、でその後なんか大道芸人とかお笑い芸人とかでもキャリアがあったけども、ある程度で止まって、振り返ればまあ基本的にまあ一応はこういろんなところまでやってたっていうのはやっぱ今に聞いてるかもしれませんね、そう一個のことを極めて一個のことに精通してるのも一つ正義ですけど、やっぱこうある程度のところまで行ったのがやっぱり3本も4本も矢を持ってるっていうのは一個まあ僕のメリットなんかもしれませんね、そうやっぱ1個のことを頼んで4つのことやってくれるんやったらじゃあ頼もうかなっていう、そういう仕事の受け方もありますもんね、なんかもう矢まで言わんでも全部やってくれるみたいなね、そうそういうのあるかもしれませんね、まあ久しぶりにバイクでトーク久しぶりですけどね、なんでこんなにいっぱい喋ってるかって言ったら、そのなんか
ツイッターで、なんか、なんだかな。さっきつぶやいたんですよ、めっちゃ渋滞してるから。もうなんかもう、運ぶの大変ですわ、みたいな。って言ったら、頑張ってください。今日も YouTube 楽しみにしてます、みたいなコメントあって。え？楽しみにしてるの？楽しみ、え？何を楽しみにしてる？そんな面白いことを言ってないし、やってないよ、とか思ったんですけど。楽しみにしてるんや、っていう、これね。これめちゃくちゃ嬉しくないですか？ね、楽しみにしてるんや。いや、それが女の子だろうが、おばさんだろうが、おっさんだろうが、誰だろうがですね。なんか嬉しいじゃないですか。そうやって待ってくれてるってね。垂れ流しでオンエアしたのかみたいな気持ちでね。だからもう、あかん。これはちょっとカメラ回して喋らな、思って今喋ってるんですけど。それはやっぱ嬉しいです。やっぱり。必要とされてる。俺って必要とされてるって思いますからね。一人でも、あ、今日、更新なかったのか寂しいなって思って、やった今日も更新あったみたいなね。そうねったらもうその NSR のなんかもう整備とかもうどうでもええしみたいな、カッサンが喋ってんの聞きたいしって思ってる人もおるかもしれんしね。多角的にやっていくね、うん、これ難しいんですよ。だからといってなんかそういうまあちょっとこの日は喋った、次の日は NSR、 次の日はツーリング、次の日はジャグリングとかなって、こうそうなるメリットも、さっき言った話、そういったメリットもあるけど、ほんまに NSR の整備動画をこうずっと見てる人にしてみたら邪魔なんですよね。そうやって時たま出てきたり、なくなったり、時たま出てきたりが、そこが難しい、ほんと難しい。最近僕の TikTok で、TikTok じゃあわ、Instagram でなんか女の子が髪の毛短く切ってほしいんですみたいなのあって、初め長いんですよ。で、ちょっとちゃんと話聞いて、で、ちょっと増したら髪の毛が短くなって、うわぁ、綺麗。うわ、すごいです。みたいな動画が最近流行ってるんですよ。で、それを見た女の子が、あ、こんなに可愛くなれんのやったら私もやってみたいっていう人で、まあ、変な話、そこのお店と、そのやってる人の、まあ、何や、宣伝みたいな動画で、これほんまにすごいなって思うのが、やっぱりその、効果がすぐ見えるわけじゃないですか。あ、こんなんなれんねや、みたいな。じゃあ私もこんなんやってみたい。しかも店と、その人の腕と、スキルと、いろんなことの宣伝になる。これが、ほんまにバイクとかダンスでも、そういう風になったら一番いいんですよね。こう、なんか、あながちバイクもダンスもですよ。なんかこう、すごいやろ、みたいな。どう？すごいでしょ。にこう、終始しまうとこあるんですよね。じゃなくて、お客さんが思ってる、この不安感とかドキドキが最初に振りであって、それが、ファって魔法のように変わって、なんかこう、効果があるみたいな。あ、やってみたいみたいなね。ましてそれは絶対自分ではできないこと。うん。だバイクやったらあるじゃないですか。あ、まああんなん俺でもできるなとか、俺できるわ、じゃなくて。やっぱ俺ができひんことが、やっぱりお金払ってでもやってほしいなって思えるサービスがあるっていうのは大事じゃないですか。そうそう。だからまあ、例えばじゃあけど、ウェットブラストかって、じゃあウェットブラストをやる前があって、うわ、こんなに綺麗になった。ありがとうございます。またお願いします。うわ、俺私もやってみたい。ってなるけど、あ、俺ウェットブラスト持ってるで、とかね。あ、俺のウェットブラストの方がええで、とか。なんかそんなんなんじゃね。圧倒的にやっぱりこう、圧倒的技術と、圧倒的なんだろう。存在感と、圧倒的提案力。っていうのがやっぱりあることで、お客さんと、なんやろ、その、ね。提供する人、技術を提供する人って分かれるんで、そうそうそう。はい、ようやく新店舗到着しました。今こんな感じになってます。はい、いっぱいありますね。はい、今から番号の照合とかですね、いろいろします。はい。全部あのどこから買ってどこに売ったかっていうのを、ね、全部調べないといけないんで、結構その整合性を出すのが大変です。はい、調べました、番号ね全部大変でしたけどもほぼほぼ全部ツーストっていうですね、もう僕 あの趣味がそのまま反映してるっていう、はい、まだここら辺置けますからね。いや、そうかんやな。バイク屋さんみたいなって言った。もっと仕入れますからね。
はい、ということで、どうだったでしょうか。まだまだちょっと予定的にはですね、バイク引き上げてくる予定があるんで、ちょっとあのまま行くとね、見てもらったようにバイクが入らないんで、ちょっと急遽なんですけど、一回試しで今週金曜日丸々1日なんていうのかな、大商談会ちょっと開催しようかなと思ってるんで、今週の金曜日新店舗来れる人でバイク欲しい人集合みたいなね。そう別に仕事終わりの時間で来てもらってもいいし、朝一から来てもらってもいいしみたいな感じで、ちょっとずっとね、何時間もあそこにおるっていうのもなんか僕も大変なんで、そうだな、時間はちょっと区切らないといけないんですけど、今週の金曜日いきなりやってみましょうかね。告知はジモティとカッサンチャンネルのみみたいな感じでやってみましょう。とりあえずもう第3波第4波が控えてるんで、ちょっとそういう試みもやってですね、とりあえずまだ新店舗の資金、礼金、家賃まだ払ってないっていう、2月からっていうことなんですけど、サービスで1月で貸してもらってるんで、ちょっとその資金、礼金を稼ぎに行きたいと思ってます。よかったら大商談会遊びに来てください。遊びに来てくださいっていうか、買ってください。お願いします。カッサンチャンネル、それでは。若い頃の